さあということで、今日はね、大二郎の、出没スポットを、紹介したいと思います。今いるのがこのね、札幌駅っていう場所なんですよ。これです、札幌駅。なかなか行けてるでしょ、札幌駅で。ここに、駅があって、でこの隣が大丸さん、大丸。そしてあそこにあるのがビッグカメラ。大体ね、ビッグカメラに、出没してることが多いですね。ちょっと札幌駅の周辺というか、行ってみましょうか。っていう感じでね、ちょっともう一回札幌駅をこう映しますけど、こんな感じです。ダーン、これが JR タワーね。 JR タワーっていうだけの動画なんですけどね、喋ることがないな。そうで、まあ、尺短いから、まあいろいろ話そうかなと思うんですけど、昨日ねライブやったんですよ。ライブほんで、いや、やっぱ2時間弱ぐらいライブやったんですけど、いや、やっぱライブいいなと思って、楽しいなと思って、話すのがねすごい好きかもしれない。だからやっぱ最低週1でライブやりたいですね。最低本当ね週7でやりたいんですけど、それだとなんかこう動画も出なくなる、本末転倒になっちゃうんで、まあ週1ぐらいで、まあ、やって、でちょっとね楽しもうかなと思うんですよ。やっぱね喋るのがやっぱ楽しいなと思って、だから動画も結構そのトーク系の動画本当はねバンバン出していきたいんですけど、本当は例えばそのニュースを取り上げてそれについてどう思うかとかね、そういうの、まあ、やりたいんですけど、まあいろいろね試行錯誤ですよね。あとはピーチってあるじゃないですか、 LCC ので、あれですごいねセールやってて安いチケット取れたんですよね。でそのチケットで9000円ぐらいで、ちょっとねアジアのある国までのねチケットが取れたんで、今月末かなって行くことになります。まだね国はちょっとお楽しみっていう感じで、しとこうかなと思うんですけど、っていう感じでちょっと今日の近況みたいな感じで、日記的な感じでね今日はね動画を撮ってみました。まあいろいろね試行錯誤ですよ。はい、ということで、現場からは以上です。また明日会いましょう。じゃあ。